こんにちは、ゆかりです。大変お久しぶりですね。はい、なんだ、前回、投稿をさせていただいてから3ヶ月くらいかな。はい、一切カメラをね手にすることなく、仕事に明け暮れて明け暮れてバタバタして、年末年始ですね、年が明けてしまいました、実は。はい、でさすがにね、いや寂しいなって、はい、写真撮っていないっていうことがね寂しいなって思って、ちょっと仕事の合間を縫ってちょっと一人旅に出たんですね。もちろん流行り病もあるので、そこはね避けながら、はい、車で行ってきました。実はね、京都の方へ行って、ま、神社さんでねお参りして、写真撮らせてもらおうかななんて思ったんですけど、デジタルカメラしか持ってなくて、デジカメですね、はい、デジタル一眼レフ、ま、持ってたのね、この子、EOS5D M3 ですね、はい、この子を持ってって、あ、2、あとあるか、なんだっけ、24-105 の F4 ですね、こちらで持ってったんですけれども、やっぱり神社さんっていうとね、デジタルっていうよりはフィルムでね撮影させていただいた方がいいのかなって思って撮影するのを諦めたんですね。はい、まあ、正直天気もそこまで良い感じではないので、なかったので、うん、まあいいかなんて思って、はい、でそのまま、実は、私ね、なんかわかんないんですけど、金沢ですね、石川県金沢市がちょっと好きなんですよね。なんとなく行きたい土地なんですよね。なんでだろう、わかんないんですけど、で金沢の方にね行って、まあ知人がねいるっていうのもあるので、その知人に会いにっていうのもあったんですけれども、金沢の街中を今回スナップしました。はい、金沢の街ってやっぱり古めのお家、古めっていう言い方いけないのかな、はい、昔ながらのねお家がすごく多いなって感じる土地で、街中をモノクロですね、こちらのカメラのモノクロモードを使って撮影をしました。はい、というところで、そちらの写真見ていただきたいと思います。では写真を見ていただきたいと思います。この、建物なんですが、天狗中田本店というお肉屋さんの建物だそうで、この真ん中にあります、この天狗のお面に惹かれて、この建物をまず前景ですね、遠くから撮影をしてみました。で次に、もっとこの天狗さんをしっかり撮りたいなと思って建物に近づいて縦位置で撮影をしました。ま、お正月のね時に行ったので、金河新年なんて言ってね、なんとなくここで和の雰囲気、まあ、この建物もそうなんですけれども、和の雰囲気でまとまっていいのかななんて思うんですが、ちょっとこのこの松の木の支えでしたかね、この棒がすごく気になってしまって、私の中ではすごく気になってしまって、なんとかこの棒を外して撮影をするべきか、それともなんか目立たないようにするべきかと思って、まずはこれ目立たないようにしてみたつもりなんですが、まだなんとなく気になるんですよね。この天
んの鼻の長さとこのボートでなんか、なんでしょう、対比してるっていうと変ですけど、なんかこの棒がすごく気持ち悪くて、で次に撮ったのがこちらですね。はい、この反対側ですね。これは天狗さんの顔の左側から撮ってるんですが、右側から撮影したらどうかと思って撮影をしています。これはこれでなんかいいのかなって思ったんですが、この松の木がなんかワシャワシャしてて、ちょっと不気味な雰囲気になってしまいました。でこれがだいたい50ミリ相当ぐらいで撮影をしているんですが、で一気にあの105ミリですね、24-105の F4L を使っていたので、一気に105ミリまで、望遠にして撮影をしました。ま、松の、ね、枝がこうちょっとボケって手前に入っていいのかなと思います。ただねやっぱりねこれ色があった方がいいかなと思って、実は色付きで撮りました。やっぱ色があった方が天狗さんは映えますね。ただこの角度は、まあ、望遠にしてしまったのもそうなんですが、この天狗さんの鼻の長さがちょっと生きていないなっていうところが心残りですね。また近くにね行くことがあれば再度チャレンジしてみたい被写体かなと思います。次の写真見ていただきたいと思います。はい、その反対側ですね、昭和迷宮館、めちゃくちゃ惹かれました。はい、でもねちょっとなんとなく怖くて中には入れなかったんですけどね。はい、なんかこういうなんだろう、レトロな、まあ、ここにねニューレトロポップって書いてありますけども、こういうところってなかなかあの長野県内ではあんまり見ることがなくて、すごく不思議な空間だなと思って慌てて撮影しましたね。はい、で中もねこんな感じで、これなんだったっけ忘れちゃった、ペコちゃんとかね、はい、いろいろいるんですけれどもね、なんかあのお店が開いてるんだか開いてないんだかいまいちよくわからなくて、はい、中に入るのは止めました。で自分の姿が映らないようにガラスに対して斜め45度から撮影することを意識しています、はい、ちょっとこのあれですね、もう気持ち左側に映ったらこのワンちゃんの顔見えたかな、ここまで私気が回りませんでした。今こうやって写真を見て気がつきました、ね、あとこのこれもそうだな、このおじさんの銅像にかかっちゃってますもんね。これもちょっと気をつけなきゃいけないだったなっていうポイントかなと思います。次の写真見ていただきたいと思います。はい、なんだこれはって感じだと思うんですけどね、私あのこの影に惹かれたんですよね。なんか綺麗だなと思って、なんか素敵だなって、ふわっとしていていいなって思ったんですね。まず全体を撮ってみました。で近づいて影だけ撮ってみたんですけど、なんだかなよくわからないなみたいな感じになってしまって、でこの木ですね、影の木のを手前側にボケで入れてみたんですが失敗しました。うん、よくないね。はい、こうやってまあいろんなものをね撮って後で見直して反省することによってまたいいものですね、面白い形で撮影できるようになれるのかななんて思います。次の写真見ていただきたいと思います。はい、これ商店街があってへーなんて思ったんですが、この時は、なぜか50ミリ撮影してしまってとっても遠いんですね。でしかもタイミングが悪く、あ今シャッターチャンスだって思った時にここにこれあの自転車、ここにバイクいるんですけど、こう曲がったんですよね。曲がってあーって思ったらやっぱり自転車とバイク速いですね。はい、どん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 行ってしまってこんな感じになってしまいました。シャッターチャンス重要だと思います。次の写真見ていただきたいと思います。はい、金沢の街中を歩いていて松飾りですね、この形の松飾りがすごく多くて、これはあの長野県ではこういう形の松飾りってあまり見ないので
その地域独特のね松飾りなのかななんて思ってつい撮影してしまいました。これなんでしょうね、亀かな、亀さんかなんかをモチーフにしてるのかな、なんでしょうね、はい、すごく味があるなと思いました。これもね、なんかこれ中華用さんのかな、で同じ形のなんか小さいのとかね、いろいろあって、はい、楽しかったですね。次の写真見ていただきたいと思います。はい、こちらなんですが、これ金沢テレビだったかなのアンテナ、鉄塔、ごめんなさい、わからないんですけどね、はい、これがやたら青空に、生えていたので撮影してみました。水平撮るのすごく難しくて、とりあえず一旦これで水平撮れてるつもりになってるんですが、あー微妙だな、このくらい、これの方がもしかして水平取れてるかな、一度ぐらいですかね、はい、どこで水平を取るのかすごく迷いました。よ、元はこれですね、一応この真ん中のにあるこの棒っていうんですかね、これで水平撮ってみたんですが、ねえ、なかなかこの私の立ち位置がいけなかったので、というかまっすぐでね撮れるところじゃなかったので、この建物で水平を撮るってなると曲がっちゃうんですよね、はい、なのでどこで撮るかっていうのをすごく考えました。皆さんだったらこれどこで水平撮りますかね、なかなか難しいですかね、はい、というところで、金沢の街中モノクロで撮影してみました。今度はねフィルムカメラでね、のやっぱりモノクロかな、これはね、はい、で撮影をしに行きたいなと思います。はい、でねこの後は実は兼六園に行けたんですね、はい、というところで、今回は終わりたいと思います。ではまた、バイバイ。